地下鉄道出ハ910系電車は、現在の名鉄高和線に相当する路線を敷設、運営した地下鉄道が、同車路線の開業に際して1931年に導入した電車である。910系の形式称号は、製造年の1931年が、後期2591年に相当したことに、由来する。デハ9百十型は、百四十一年に、 形式称号をも910型と改め、後年の地下鉄道の名古屋鉄道への吸収合併に、際しては原形式、現記号番号のまま名鉄へ継承され、その後車種変更を伴う複雑な改造を経て、最終的にも900系の形式称号が付与された。も910系の形式称号が付与されていた当時は、名鉄に在籍する吊り掛け駆動車各形式のうち、 河川電圧 1500V 線区用の関節、非自動診断制御機を搭載する HL 車に属した。後年の改造により、河川電圧 600V 線区用の関節自動診断制御機を搭載する AL 車となり、同時に形式称号も900型と改め、1978年まで運用された。以下、本校においては、デファ910型として落成した。 車両群を本形式と記述する。北半島東岸地域における鉄道路線敷設を目的として、愛知電気鉄道の資本参加により1927年11月に設立された北鉄道は、1931年4月に愛電と小線の大田川より分岐して、成岩に至る延長1 5 8トルの路線を暫定開業した。本形式は、 その開業に際して、1931年3月に、デハ910、デハ914、デハ916、デハ918の計8両が、日本車両製造本店において申請され、開業と同時に運用を開始した。本形式は、車両番号を1ではなく例から基盤し、かつ、末尾号決番としているが、これは、親会社である、愛電における、 車両番号付与基準を踏襲したことによるものである。本形式は、北半島東岸地域の対名古屋方面への旅客輸送において、下鉄道線と競争関係となる鉄道省、竹戸予選への対向上、当時としては、近代的な反抗性車体に、現在のグリーン車に相当する、鉄道省の二等車並みのシートピッチを確保した、クロスシートを備える、 居住性の高い車両として設計された。基本設計は、アイデンの最新型車両であったデハ3300型に類似するが、デハ3300型が車体長18メートル級であったのに対して、本形式は車体長16メートル級の一回り小型の車体を採用したことから、各部に設計変更が加えられている。構え体主要部分を不通行とした。 車体長 16000mm、車体幅 2630mm の半高性車体を備える。前後つま面に運転台を備える、両運転台仕様で、つま面中央部に 630mm 幅の引き扉構造の貫通扉を設置し、その左右に 700mm 幅の前面窓を配した。側面窓配置は D2D10D2D D とアイデンで、 は3300型と同様であるが、約1600ミ、mm、リメートルの車体長の相違を吸収するため、本形式においては、客用扉幅を1000ミリメートル、側窓幅を700ミリメートル、窓、間柱幅を80ミリメートルとそれぞれ縮小し、その他各部吹き寄せ寸法についても縮小した。側窓を含む全ての開閉可能窓は、上段固定、下段上昇式の二段窓構造とした。 側面創下段部には2本の保護棒が設置されたが、これは後年前車とも撤去されている。乗務員扉は、車内側から見て、左側の扉については、一般的な 556mm 幅の開き扉構造としたが、同右側の扉については、開口幅を 700mm に拡幅した引き扉構造とした。これは小手荷物輸送時の便宜を考慮したもので、アイデンで、 破3300型より継承された設計の一つである。なお、本形式は落成当初より、客用扉下部の乗降用内蔵ステップを省略し、客用扉の下端部は、車内床面高さと同一に揃えられた。屋根上には、前後端部にパンタグラフを、各一基備え、その他ガーランド型ベンチレーターを一両あたり四基、屋根部中央に一列配置する。車体塗装は、 アイデン保有の旅客用車両における標準塗装であったマルーン1色塗りを踏襲した。車内はアイデンでハ3300型と同様、客用扉間の側窓8枚分に相当する箇所に左右計10脚の固定クロスシートを設け、その他の座席をロングシートとしたセミクロスシート仕様とした。ボックスシート部の座席間隔は1610。 ミリメートルとアイデンで破3300系の1650ミ、mm、リメートルより40ミリメートル縮小されているが前後座面長については逆にアイデンで破3300系の540ミ、mm、リメートルに対して本形式は550ミ、mm、リメートルと10ミリメートル拡大されている主要機器についてはアイデン保有の旅客用車両の使用を踏襲し制御装置は ウェスティングハウスエレクトリック製の電空単位スイッチ式関節非自動診断制御機を、主電動機は同じく、ウェスティングハウスエレクトリック WH-556、J6 をそれぞれ採用した。駆動方式は吊り掛け式で、歯車比は3.045に設定された。台車は、アイデンで、波3300系同様、日本車両製造製の D16、 蛍光組み立て形釣り合い両式台車を装着する。制度装置は M3 動弁を用いるアム自動空気ブレーキを常用制度として使用し、手用制度を併設する。その他、終電装置は日立製作所製の大型菱形パンタグラフを採用、単行運転時における冗調性確保を目的として1両、あたり2機、屋根上前後端部へ1機ずつ搭載した。 パンタグラフ1機が撤去されたも910系912、下鉄道線の開通と同時に運用を開始した本形式は、船内運用のほ地下鉄道線内から、アイデンの神宮前へ直通運転を行う特急、急行運用に充当された。1940年9月当時のダイヤにおいては、1時間間隔で運行される急行は、 神宮前千田半田間を30分で1日1往復のみ運行される特急は同区間を27分で結び車両の快適性と速達性の両面で竹豊線を上回った千田鉄道線は半田地区における主たる公共交通手段として定着した1935年8月に千田鉄道の親会社であった愛知電鉄道は明鉄道と合併し現 名古屋鉄道が発足した。それに伴って、従来愛電の参加事業者であった地下鉄道も、名鉄の参加事業者となった。その後1941年1月17日付届けでにて、本形式の車両記号を愛電の流儀に則っ,った、デッから、名鉄の流儀に則っ,った、もえ変更し、同時に、車両番号のゼロ基盤を廃止する改版が実施された。本形式は、 形式称号がも910型と改められ、旧で破9 1をも915と、改板、車両番号はも911対も918に再編された。その後、太平洋戦争の激化に伴う戦時体制への移行により、陸上交通事業調整法を背景とした地域交通統合の自流に沿う形で、1943年2月に、下鉄道は名鉄へ、 九州合併された。本形式は合併に際して、原形式、元気号番号のまま全車とも名鉄へ継承され、名鉄への継承後は、車体塗装のダークグリーンに一色塗りか、戦時体制下における輸送量増加を受けて、混雑緩和を目的とした、車内座席のオールロングシート化のほか、2機搭載された、パンタグラフのうち1機を撤去する改造が全車を、対象に施行された。 本形式は合併後も主に、床名線系統で運用され、全車とも空襲などによる戦災を免れたものの、1948年8月に、発生した大高和車庫火災において、も914がも3300系 3301.3304? と共に被災消失した。復旧に際しては焼損した、旧車体を廃棄し、当時の最新型車両であった、 運輸省規格型車両の3800系と同一の車体を申請も3750型と別形式に区分された。その後1951年10月にも918、主も914へ改版し、空番を解消した。残存した7両については、1958年より順次、豊橋よりの運転台を撤去する型運転台化改造が施行された。 初期に施行されたも911対も913は、運転関連機器の撤去のみに止められたが、翌1959年に施行されたも914対も917については運転室仕切り壁の撤去も施行された。同時にも915とも917の間で、記号番号の振り替えが行われ、9番順にも917も915となった。 また、買った運転台化改造と同時に、前面窓のアルミサッシ下、両側妻面への貫通ホロ枠、貫通ホロの設置、全面貫通扉の開き扉構造化などが施行されたが、全車共通内容で実施されたものではなかったことから、各社で使用に差異が生じ、全面貫通扉が引き扉構造のまま損置された、車両は全面行き先表示板が、 貫通扉部ではなく全面向かって右側へ設置された点が特徴となった。後年の新型車導入に伴って本形式を含む主電動機出力の低い HL 車格形式は名古屋本線など幹線系統における運用から順次撤退、河川電圧 1500V 化昇圧工事が実施された四川区における運用が主となり2から3両編成を蘇生して運用された。 木造車体の HL 車を対象とした 3700K への更新が1957年以降順次進捗し1964年以降は反抗性車体の HL 車を種車として改良型の 3730K への更新が開始された。本形式も 3730K への更新対象となって1964年10月から 翌1965年2月にかけて、台車や制御装置、手電動機など主要機器を供出し、代わりに、木造車の廃車発生品である、ブリル 27MCB-2 台車を装着して、制御電動車から制御車へ改造、形式称号を二千2330型と改めた。車両番号は、9番順に食う2331区2337となった。 制御車となった本形式は、機器教室未試行であったも3300型など、HL 制御の電動車と編成を蘇生したが、3730系及び、同系列の改良型である3770系の増備に際して、再び台車を教室することとなった。不要となった本形式の車体は、車体長16メートル級の小型車体が、規格が強小であった。 河川電圧 600V 線区の瀬戸線の入線条件に合致したため、老朽化した木造車の代替目的で瀬戸線へ転用された。本形式の瀬戸線への転用に際しては、瀬戸線所属の木造電動車であるも600系、及びも650型より主要機器を流用して、再び制御電動車へ改造された。 本形式は1965年10月から翌1966年1月にかけて順次瀬戸線の北山県尺へ搬入され3730系及び3770系へ供出する台車などを取り外した後主車となる木造電動車より供出された主要機器を再整備の上で搭載した。これにより本形式は 従来の HL 車から種車由来の電動化無軸式、間接自動診断制御機を搭載する AL 車となり、常用制動装置が同じく主車由来の SME 三観式非常直通ブレーキとなったほか、セット潜在席の従来車と仕様を統一するため、客用扉の手動扉化などが施行された。竣工に際しては、形式称号も900型と改め、 先行して導入された区2331区2336は、9番順にも901対も906と、改版された。他社に遅れて1966年2月に、転属した区2337についてもも901対も906と同様の改造を施行の上、も907の記号番号付与が予定されていたが、同年3月のダイヤ改正において、 瀬戸線に特急列車の新設が決定したことを受け、区二千三百三十七を含む本形式の一部車両を特急列車用車両として整備することとなった。そのため、区二千三百三十七については、制御電動車化改造に加えて、客用扉間の座席の転換クロスシート化、車内照明の蛍光灯化、車内暖房装置及び放送装置の新設のほか、 車内壁部をニス塗り仕上げから薄緑色のエナメル塗料を塗りつぶし、仕様に改め、客用扉を自動扉仕様のまま損削するなど、接客設備改善工事が実施された。さらに車体塗装を7000系、パノラマカート同一のスカーレット1色塗りとし、全面行き先種別表示板もパノラマカート同一形状の、いわゆる逆さ富士型のものを装着。 ミュージックホーンを新設するなど、幹線系統の優等列車用車両と仕様を極力近づける改良工事が施行された。蒸気改造が施行された区2337は、同年2月18日に竣工し、記号番号も901と改め、同一内容の改造が施行された区2300系2301と編成を蘇生した。また同日付けでも901をも907と、 記号番号を改め、車番の重複を回避している。ついで、も906も905の順に、編成を蘇生したく2300系2302.2303とともにも901と同一内容の改造が、施行された。竣工後の同2両は、9番の逆順にも9 0 2も903と、記号番号を改め、同時にも9 0 2も903を、 同じく9番の逆順にも906も905と記号番号を改めた。これらの改版は自動扉、蛍光灯照明仕様の車両を赤い番号順に再編する目的で実施されたものであった。その後1966年4月までにも904は特急予備車として客用扉の自動扉か車内照明の蛍光灯かの他車体塗装のスカーレット1色塗りかが も905も906も907については、客用扉の自動扉か、車内照明の蛍光灯化のみがそれぞれ施行された。また、同年7月には、も902区2302の編成を対象に、前面から側面にかけての創価膜板笛 200mm 幅の白帯を追加する試験塗装が実施され、後に特急列車仕様に改装された全車に普及した。 1968年3月のダイヤ改正において特急列車の増発が実施されることとなり特急予備車であったも904の他も905も906の計算量についても同年2月から3月にかけても901対も903と同一内容による特急列車使用化改造が実施された唯一特急列車使用化改造の対象から 外れたも907については、1972年に、車体塗装のスカーレット地に白帯化、及び前面行き先種別表示板の、逆さ富士型化が実施されて外観型車と統一されたが、車内座席はロングシート仕様のまま損置された。その他、同時期にも904の終わり瀬戸より右側の、客用扉が、構成扉に交換された。その後、 1970年代半ば頃に、名鉄の保有する鉄道車両の標準塗装を、スカーレット一色とする方針が定められた。本形式も定期検査に際して順次白帯を廃して、スカーレット一色塗装に改められたが、も902区2302の編成のみは、運用離脱まで白帯が存置された。なお、主に本形式によって運行された、瀬戸線の特急列車は、 名鉄において特急の種別を特別料金を必要とする列車のみに適用する要営業政策を改めたことに伴って1977年3月のダイヤ改正に際して停車駅設定はそのままに種別が急行に変更された。セット線は地下新線による境町乗り入れ工事完成に際して河川電圧を従来の直流 600V から 感染系統と同一の直流線 500V へ昇圧することとなった。昇圧時には、心臓車両及び感染系統からの転属車両の導入によって、在籍車両を一新し、本形式を含む瀬戸線に在籍する従来車は、すべて到達する方針が決定した。1978年3月19日の河川電圧昇圧に先立って、 同年3月12日には m 9 0 3区2303の編成を用いて、鉄道友の会名古屋支部主催の600ボルト車積別行事と称するさよならイベントが実施された。m 9 0 3は全面窓のアルミッシ化などが施行されておらず、最も下で波910系の原型を保っていたことから、600ボルト車積別行事主催者の指名によりさよならイベントに充当された。 その後、昭圧前日となる3月18日の運用を、最後に他の河川電圧 600V 仕様の従来車と共に、全車運用を離脱した。本形式は、他の河川電圧 600V 路線区への転属は行われず、7両全車とも、同年3月20日付で一斉に除籍となり、形式消滅した。 福井鉄道140型も、派141から2廃車後、本形式は全車とも、地方支鉄へ譲渡されることとなり、も901も902も907の3両が、福井鉄道へ、も903も906の4両が、北陸鉄道へそれぞれ譲渡された。福井鉄道向けの3両は、名鉄在籍当時の使用のまま譲渡されたが、北陸鉄道向けの4両については、 名鉄岐阜工場において、両運転台仕様への復元、前面窓のエッジゴム固定指示化、つま貫通扉及び客用扉の構成扉化など、各種改造を施行した上で譲渡先へ発送された。北陸鉄道への譲渡車両は1990年12月に全廃となった。福井鉄道への譲渡車両についても1998年より、淘汰が開始され、 最後まで残存した140型も、波141から2が2006年10月をもって運用を離脱、翌2007年8月に解体処分され、全廃となった。したがって、下鉄道で破910型に由来する車両はいずれも現存しない。ありがとうございます。